今僕見ての通り家にいるんですけど、明日から旅行に行くんですね。インドとベトナムに行きます。でいつも僕海外旅行に行くときは便利グッズって言ったら、だいたいこのモバイルバッテリーとあとこのウェットティッシュぐらいしか持ってかないんですよ。なんですけど今回から新しい仲間が増えました。これ AI 音声翻訳機ランゴーゴー、これこのランゴーゴーっていう会社の方からいただいたんですよ。でせっかくいただいたのでちょっと紹介しようと思います。で僕以前の動画でも言ったんですけど、語学ってあと10年ぐらいしたら必要ないものになるんじゃないかなって思ってるんですね。まあ僕英語と中国語がまあまあ話せるので言葉のバリアフリーは結構実現してるんですけど、それでもねまだロシアとかね言葉に困る国があるんですよ。で自動翻訳がもっと進化したらそんな国でも言葉に困らずにね旅行できるようになるんじゃないかなってすごい期待してるんですよ。でそんな中でこの最新の音声翻訳機ランゴーゴー、これね使ってみたんですよ。そしたらすごかったです。もう未来来てました。もう10年とか言わずに今でもすでに語学だいぶ必要なくなってます。例えばこれ、空港から街の中心まで電車で行った方が便利ですか、それともバスで行った方が便利ですか。Is it convenient to go by train from the airport to the center of the city, or is it more convenient to go by bus? すごくないですか？今言ったの完璧に訳してますよね。あともう一つ、実は生配信で一回これ紹介してるんですね。その時に一番受けたのがこれです。私のお墓の前で泣かないでください。Don't cry in front of my grave. これ笑うでしょ、これすごいでしょ。こんなのもね訳してくれるんですよ。そうこんな感じでこれ反応もすごい早いし操作もねめちゃくちゃ簡単なんですよ、ね、これもうボタン押すだけでもう訳してくれますよ、こうやって話したら。であとこれすごい軽いだから持ち運びも便利なんですね。これめちゃくちゃ軽いです。これほら軽い、まあ、わかんないかこれじゃ、まあ、軽いんですよこれね。でこれ使い始める前に一応言語のね選択はしなきゃいけないんですよね。なんですけどその時もこれね画面が大きいのですごい簡単にできるんですよ。今ちょっとやってみるとこうやってピャッてやってね、これ今英語と日本語になってるんですけど、これを例えばこうね中国語だったらこれ中国語普通話にこうね変えたりできるんですよ。私のお墓の前で泣かないでください、请不要在我的墓前哭泣。すごい。基本ねこれ1秒以内でね翻訳してくれるんですよ。でこれ英語とか中国語だけじゃなくて104の言語に対応してるんですよ。すごいでしょ。ちょっと見せるとほらこんな感じでねもう山ほどあるんですよ。ちょっと見えにくいかな、もうやもういくらでも、もう日本人が行くところはねほとんど網羅してると言っても過言ではないです。まあ、なんですけどこの全ての言語はこの中に入ってるってわけじゃなくて、基本的にはネットに通信しないとまあ使えないんですよね。英語とか中国語とかの一部の言語ではオフラインでもね使えるらしいんですけど、基本的にはオンラインじゃないと使えないんですね。そうこういう機械ってそういう通信でね結構苦労したりするんですよ。なんですけどこのランゴーゴーはねすごいんですよ。このランゴゴーね海外に行ったら勝手に現地のネットワークの電波拾ってきて通信するんですよ。でしかもそれ2年間無料なんです。この翻訳機能に限ってなんですけど、このネットの通信が2年間ね無料なんですよ、このランゴーゴー。だからこのランゴーゴーを海外に持って行って、で電源入れて言葉選んで、でこのボタンを押して話せばもうそのまま普通に訳してくれるっていうね、2年間はね無料で、すごくないですか。でこれランゴーゴーが提供するデータプランっていうのがあるんですけど、それを購入すると Wi-Fi ルーターとしても使えるんですよ。だから2年間無料なのは翻訳機能オンリーなんですけど、そのランゴーゴーが提供するデータプランっていうのを購入するとこれ Wi-Fi ルーターとして普通にネットがね使えるんですよ。ここから電波が出て iPhone とかパソコンとかでネットできるんですよ。すごくないですか、一石二鳥ですよね。でそんな感じでね、このランゴーゴーはその通信に関するところがねすごいんですよ。特に最初の2年間はもうほぼ何も通信に関することは気にしなくていいって言ってもいいぐらい、もう普通にね海外でもネットに通信して翻訳してくれるんですよ。いいでしょこれ。
ってことでね、さっきから僕がベタ褒めしてるこの蘭語語なんですけど、実際にこれ海外で使えるのかどうか気になりますよね。ちょっと使ってみます。はい、ってことでベトナムのホーチミンに着きました。早速このね蘭語語、さっきね使おうと思ってやってみたんですけど、最初ねなんか繋がらなかったんですよね。あれって思って、無料じゃなかったのかと思ったんですけど、あのそうじゃなくて、これねあの購入ボタン、このねちょっと見えにくいかもしれない、この設定ってところがあるんですけどね、この設定を押して、このモバイルネットワークっていうところやって、このパケットパック購入ってところがあるんですよね。そう、これ2年間無料っていうのが頭にあったから、いや購入したらダメじゃんと思ってね、最初この購入ボタン押さなかったんですけど、この購入ボタン押したら、あ、何もお金払わずに無料で今通信が始まりました。すごいです。で早速一回翻訳してみようと思います。さっきのところなんかうるさかったので、ちょっと今ここちょっとは静かなので、ここにちょっと移動してきました。はい、じゃあ行きます。私はご飯を食べたい。どうもなく聞こえました？今これ訳してくれたんですけど、ちゃんとね訳してくれました。こう海外なのに勝手に電波を拾って、まあ、勝手にというか一応設定はしたんですけど、電波を拾って通信して訳してくれました。すごいですよね。じゃあ一回ね実際の会話で使ってみます。Okay. Oh, thank you. 町の中心に行きたい。どうもリーレン中心区は政府。あれ？理解してくれました。よかった。見ました。ちゃんと理解してくれたでしょ。やっぱさすがですね。もうやっぱ未来来てますよ。もうこの蘭語語があったら語学ほんといらないですよ。すごいです。ということで以上です。ドスコイでした。この蘭語語気になった方は公式ページを詳細欄に貼っておくので、もしよかったら見に行ってみてください。あとこの動画見てる方限定で2500円割り引いてくれるクーポンコードも詳細欄に貼っておくので、もしよかったら見てみてください。以上です。ドスコイでした。蘭語語。